残ったサバの半身を使って押し寿司を作る。サバの皮を剥いときましょう。よいしょーい。いい一皮剥けました。こちらが、今回使用するお寿司の型ですね。まあ、中にね邪魔なものが入ってるんでこれは溶けましょう。では片面にご飯を入れていきます。この面にですね、今からこれを入れていきます。さあ入れましょう。若干この部分がはみ出しているので、はい、完成です。うわーすごい、見てこれ、めっちゃ押し寿司。サバの押し寿司、いただきます。おお、ほらどうよこれ、超うまくできてる。うまい。 PSP のケース持ってたら君にもできる。